ごきげんよう、トッポドです。今日はね、車に乗って穴に落ちるゲームやっていこうと思います。これもなんかかっこいいね、この車。おー、ほげー、うわー、大丈夫かー、落ちてった。あ、でもよかった、すぐに復活できたね。多分ね、ぶつかればぶつかるほどコインももらえるんじゃないかな。これいい記録出していきたいなぁ。どうだ？おー、また耐えてる。おー、げー。じゃ、溜まってきたコインでね、次の場所行ってみよう。てか、なんか足早いんだけど、タコの動きも早いってことだね。じゃあ、隣の車。これ買えるね。じゃあ、買って。うお、早い早い早い。もう落ちちゃった。体力100あるね。この車は結構耐えるんじゃないかな？うおー、なんか鳴ったー。今のは僕のスマホじゃないよね。このゲームの音だー。うわー、え、めっちゃコインもらえたんだけど。これ、あ、次の、おしょ、危ない。次の車にこれ買えないか。金ピカの車買いたかったんだけどね。もう一回ちょっと落ちてこう。あれ？なんか砕けた。よいしょー。あ、待って。こっちの方も走れる。これ勢いつけて、落ちた方が、なんかいい記録出そうだよね。ここから行きましょう。ほーげー、すごい、この落ち方いい記録出るんじゃないか。どうだ、耐えてくれー、キリン。ヌーブくん首長い。ヌーブくんにやられたか。あ、でもこれでコイン溜まったね。それじゃあ買いましょう、金ピカの車。乗り心地良さそうだね。特にタコの部分。大丈夫？なんか、貫いてるけど。じゃ、金ピカ、おっと、みんなも金ピカの車乗ってた。これ体力200あるね。それじゃあみんな、いい記録出すために、今のうちに高評価よろしくね。どうだ？ワニゾーンまで来た！すごい、お菓子ゾーン。これ新記録じゃないか？おー、いいよ。みんな高評価ありがとう。待って、1回目ですごい溜まった。じゃあ次はこの白い車。今回はしっかりタコの顔見えるね。よかった、さっき半分しか見えてなかったからね、金ピカの車は。じゃあこの辺から勢いつけて、飛行機とかもあるんだね。でもあれ課金っぽいな。まあ、こっから行くよ。もげー、このほげーとかもげーっていうのも大切だからね。しっかり行っていきましょう。さあ、まず、キノコゾーン。首長ヌーブくん。いよいよ。ワニが結構体力減るんだよね。ワニでやられたか。強いなぁ。もげー、早い早い。もう始まった瞬間落ちた。今度こそいい記録出していきたい。いいよ。これ、落ちてる時は、何もコントロールできないからね。もう見てくだけだ。いえってボタンは押せるね。でもこれも何も意味なさそうだな。でも今回結構深いところまで来たよ。うわー、タコー取れそうになってんだけど。大丈夫、くっついてるはずだごー。じゃあ次の車に向かっていこう。次これだね。なんかどんどん頑丈になってきてる。これ体力500ある。いや、でもなんか落ちそうだな。しっかりシートベルトつけてるよね。でも結構早いね、この車。行きましょう。うおー、ワニゾーンまで来たけど、まだ全然体力あるよ。これはいい記録出る。さあ、このお菓子ゾーン超えられるかな。胃を耐えてるね。振り落とされないように、しっかりしがみついて行こう。お、いいよ、来たー、超えたー。新しい世界来たね。ここまで来たのは初めてだ。でもやばい、もうやばい。さ、次はね、じゃあパトカーに乗ろう。パトカーは頑丈だよね。よっしゃ、来たー。じゃあ下の世界に行ってパトロール行ってきます。うお、滑るー。うわ、落ちてくよ。どこまで行けるか。ちょっと乗っちゃったね。乗らないで、落ちて、落ちて。いいよ。やあ、みんな、こんにちは。
このパトカー乗り心地最高だね。さあ、ワニゾーン越えました。ここも、おー、障害物にほとんど当たることなく落ちてってる。しかもまだ体力めっちゃあるね。これ地獄まで行けるよ。じゃあ一足先に僕はね、地獄に行ってきます。さあ、おー、来た、ここまで来た。このカラフルゾーンも乗り越えていきたいよね。落ちていくね。乗らないでくれ。いいよ。どこまであるんだ？めっちゃ深いところまで行きそうだよね。今のとこタコは通ってない。これ奇跡的だ。体力100ぐらいになってきた。そう、新しいゾーン来た。何これ。うわー、ここでやれたか。車で落ちるの癖になるな。それでは次はこれに乗ろう。これはトラックタイプのパトカーだね。これめっちゃ頑丈そうなんだけど。体力850。結構これ耐えそうだね。それではタコ、行ってきやす。そうよー。2しか食らってない。1回で2しか、でも結構食らってきたな。そう、ワニゾーン来たねー。うおー、結構砕けたー。やばい。飛び出てる。僕の殻が飛び出てる。もうなんか落ちそうな感じになってきたー。まだしっかり乗ってるよね。座ってるよね。いいよ。うおー、ここでやられたかー。じゃ、ついにこれ、飛行機変えるんじゃない？来たー。これ飛べるよね。え、待って、うおー、やばい。落ちたー。今度はちょっと落ちないように、慎重に操作していこう。この辺から勢い出せば、飛べるよね。だって飛行機だもん、これ。行きましょう。飛べなかったー。やっぱ落ちるのか。仕方ない。砕けていくのを見てこう。いや、まだ全然体力あるね。やっぱ頑丈だな、飛行機は。タコも外れる気全然しないね。お、いいよ。この辺、カラフルゾーンも、簡単に行きそうだ。うわ、でも、今一気に体力減ったね。なんだ今の。え、でもいいよ。まずはここを乗り越えて、これなんだよね、階段。階段カラフルが一番やばい。で、来たよ、これ。ハロウィンゾーンかな。ここまで来たのは初めてかもしれない。おー。さらにこの越えた先見てみたいな。え、待って、でも、やばい、体力なくなってきた。これでもまだ、半分にたどり着いてないよね。どこまであるんだ？うわー！手のドリルでやられたか。タコは？取られてなかったね。じゃあ次は、船。もう車とか関係なくなってきた。もうこんなところで、船、走っていくよ。これ、とんがってるから。なんかいろんな障害物貫いていきそうだね。さあ、どうだ？おー、早い！とんがってる分落ちるスピードも速いね。これ風の抵抗がなくなってるってことなのかな？いや、作り込まれてるね、このゲーム。お、いいよいいよ。うおー、砕けてきたー！やばい！下の部分なくなってきたんだけど。どんどんボロボロになっていくよー。頼むからタコボンドはボロボロにならないでくれー。さあ、ハロウィンゾーンにやってきました。ここを越えた先見てみたい。まだ見たことないんだよね。やべ、手のドリルが。あ、でもなんか見えてきたぞ。うおー、初めて来た。お金ゾーンだ。ここ結構コインもらえそうだな。いいよ。さらにここを越えた先行けるかな。てか、この辺で、ようやく半分だ。うおー、ゴールしたい。下まで行きたいな。なんか見えてきたよ、次のステージ。次何？なんかやばいんだけど。うわ、レーザー！避けてくれー！いいよ。生きてる生きてる。巻き込まれながら生きてるよ。次何？串刺しゾーン！やばいやばい。タコがー、串刺しになったタコは見たくない。それから燃やしてく。
完全にここら辺もうたこ焼きを作ろうとしてるし、やめてくれ、美味しくなるからやめてくれ。それじゃあ次の乗り物は、よいしょっと、まず降りて、次出てきたね、戦車。これもうね、世界レベルで頑丈な乗り物ってことだよね。あ、乗る？一緒には乗れないのか。じゃあ僕とタコ2匹でやっていくね。それでは行きましょう。おげー、タコだけ飛び出てるけど大丈夫？振り落とされないでね。さあ、まずはこの辺はカット。さあ、お金ゾーンにやってきました。これを乗り越えた先が確かとんでもないことになってたよね。たこ焼きを作るゾーンとかもあったから、そこ行けるかな。やばい、ちょ待て、引っかかってる。体力だけ減ってるんだけど。もう戦車だったのにこんなになってるし。お、取れたー、やった。待って、今の引っかかりで結構体力減らされたな。まあ、あのレーザーでやりそうなんだけど。さあ、たこ焼き作りといったら、まずはレーザーで、粉々にしてから、串刺しとかもやっていくんだよね。おー、耐えてくれー。で、あ、おー、まだ生きてるー。まだ落ちれるよー。で、たこ焼き作りといったら、燃やしてから、ノコギリで切って、で、ハンマーで潰すんだよね。じゃあね、みんな。ハンマーゾーンやべえな。それじゃあコイン貯めてきたから、やっていきましょう。トイレ。まあ、最強の乗り物と言ったらこれだよね。いや、最悪の乗り物だ。一番、もう安全性ないよね。もう飛び出てるし、体飛び出てるけど落ちないでね。いよいよ、あとトイレにも流されないでね。さあ来てよ、ここお金ゾーン。ここをまず乗り越えていきたい。まだでもなんだかんだ体力6000あるよね。で、トイレの破片も結構でも砕けてきたな。ボロボロになってきたよ。さあ、たこ焼き作りゾーン、この辺が一番やばい。うわ、刺さるー。お、避けた避けた、すごい、奇跡的に全部避けた。ちょっと今の燃えてるとこちょっとだけ引っかかっちゃったね。ハンマーゾーン来たー。これ、お、初めて乗り越えたー。やばい、プレスゾーン、こんなのもあったのか。でもなんとか乗り越えたね。次何？最後の最後でまたレーザー。こんなたこ焼き作り嫌だなー。でも美味しくなりそうだね。いいよ、まだ体力ある。そう、ここは、ペットシミュレーターゾーンにやってきた。あれ、大丈夫？僕。僕の顔が、なんか、かすれてきたんだけど。待って、トイレ？トイレなくなってない？これ、どこに座ってんの？もう、ブロック、トイレのブロックの破片が、ほんのちょこっとしかないのに。まだ乗ってることになってるし。まあ、体力3000もあるからね。まだ、トイレとして使えるはず。さあ、いいよ。さあ、ここまで来たけど。これまだペットシュメーターゾーン？さあ、あ、待って、ゴール近づいてきた。あ、見えてきた。なんか見えてきた。宝箱。おー、やったー、ゴールしましたー。おー、1、10、100、1000、まあ、何じゃ、ドル、大丈夫かー。お、よし、復活できたねー。ということで、やりましたー。ゴールまでたどり着いちゃったねー。美味しいたこ焼きになりたいって人は、あの穴に落ちましょう。それではみんなー。あ、じゃあねー。